さあやっていきましょう。3月4月合併後新しいアナリティクスの時間です。どうもパーソナリティの新しいです。あのフレーズを入りのフレーズを忘れていた。こんな具合ですね。まあちょっとまあ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 おもむろにアナリティクスを開いていきましょう。その前に紹介、こちらの曲今回ムソリグスキー ムソリグスキーのね萩山の一夜でお送りしていきます。まあね、現在の動画の状況は萩山のごとしということで、萩山の一夜です。先月4月号、とりあえず4月見てみますか。実機の4月、こんな感じですね。再生時間が7972、平均視聴時間が 3.59 で4分を下回っております。視聴回数は1996、2000を下回っております。まあ、こんな感じですね。いやー、萩山ですな。この辺が特に萩山感強い。ここら辺があの大きい山がなってるの。この辺もハゲ散らかっとるよ。やっぱね、あげられないよ。なかなか推定収益ゼロのままだとね。そうなの。もうこうやって見ればわかるけどね。やっぱ昔の動画とかが、野球作る動画とかが再生されてるわけさ。で、動画上げてないとさ、上げてなくても、もしもあの、これまだね、収益受け取り状況になってたら、動画上げてなくても昔の動画の再生数で収益が入ることによって、多少のモチベーションになるやんって思ってた部分もあるのよ。それがもうゼロだからさ、モチベも上がんないものっていうことです。っていうことですね。はい、言い訳はもういい。言い訳、ごたくはもういい。ごたくはもういい。とりあえず、あれだな、3月も見てみますか。3月4月合併号と言いながら3月見れないのもどうかと思う。3月はまだね、春休みだったんでね、頑張れてはいるんですね。一応再生時間1万をなんとかキープ。平均視聴時間も4分29秒と、前期比で比べると まあ上がり目ぐらいはある。こうやって見ると、まあ、結局野球つくの再生数が多いけれども、まだまだ頑張ってたんですね。なんでこれ男だけなんだろうな。女性誰も見てない。それはまたどうなんでしょうね。やる気者が出てこない。欠勤になっちゃう。よいしょい。ほいじゃあ、これをトータルしましょうか。3月、4月、集めてみましょう。ほい。ほい。こうなります。いやー、こう、どこら辺からが3月かな。4月、3月終わりかな。時間もう一回見とけばよかった、ちゃんと。とにかく、ここら辺がひどいな。ここら辺が全然動画上げてないもんねっていう。動画管理を見てみるとわかるかな。うん。新しい順で見て、ここら辺が5月4でなんですね。5月3で、4月22で、4月21で、4月15、4月6だもんね。4月3、4月4、4月1。4月の間に、何本1、2、3、4、5。ヘクション!ヘイ。ヘクション。で、6、7本ぐらい。7本ぐらいだね。コンテンツ力が下がってるな、こう見るとな。スノーとかもここまで上げたけど。また久しぶりに上げたけどって、ね。早くスノーやんないともう雪の降る季節終わっちゃってんよっていう。そういう気持ちで上げようとしてるんですけどね。あげなくちゃって、早くシリーズを終わらせなくちゃって考えてます。面白いの分かってんのに、ね、最後の方までいけないこのままじゃって、間開けるとね、なかなかね。いやー、これだけは今週のつもり、いい感じで作ったのをエイプリルフールにかけてやろうと思ったんだけど、全然見られずなんで、面白いなと思ってやったんだけどね。自分でもまあ面白いなと思ったけど、まあ無理してるな。無理やよね。無理して面白いものができるなんてのは、無理してるのは演者だけでいい。演者は無理していいけど、プロデュースする人は冷静だからね。きっとテレビ番組とかもきっとね、そういうもんだと思う。無理してるだけじゃ面白いものはできない、そう思いますね。いやー。もう一回アナリティクス戻ります。ちょっと BGM 大きいかな、このね、公共曲特有のね、
BGM の強弱の波が、立ち上がりはゆっくりなんだけど、盛り上がるところはこうグググってくる、そういう風なのがこのアナリティクスの BGM に使うのには不向き。アナリティクスどころか 全体言えるね。いやー、最近は結構ね、ヒカキンの動画とかも見てますわ。なんかヒカキンの動画に勇気をもらったりしてた。どうかな、これとか押すと多分あれだな、トップ画面とか出てくるような、おすすめのやつ出てくるんですわ。ヒカキンのとかがこうフラッと入ってくる、入り込んでくるね。その程度に今ヒカキンのを見てた。あと藤井葵を見てた、 VTuber。 でもヒカキンのことで言おうと思ってたのかな、ヒカキンがなんかたまたま関連かなんか出てきたやつでさ、1日で沖縄と北海道を旅できるかみたいな動画を上げてたんですよ。たまたま見たやつだよ。それでさ、沖縄では海に入る、北海道では大好きな味噌ラーメンを食べる、そして東京に帰ってくる、1日でやるっていう、ただそれだけの企画なんだけど、沖縄に行ったらね、結構急いでるじゃん、それスケジュール、めっちゃやっぱりこう押せで、押し押し巻き巻きで、でもその海に入った後、国際道路歩いてたら、早期そば屋のお姉ちゃんに声かけられて、で、めっちゃ笑顔で迎えられながら、早期そばを屋さんに入って、で、早期そばを待ってる間、そこにいる中学生の集団、中学生ぐらいの連中にみんなずっとサイン書いてるんですよ、サイン会で。で、もらった、そのサインをもらった子供たちの嬉しそうな顔、そしてその早期そば屋のなんか、一体感というかライブ感。北海道に行ったら北海道でなんかもう会う人みんなね握手してなんかこう嬉しそうでね、なんかヒカキンの存在、人をなんかこう笑顔にする存在、それって素敵だなって、そんなことを思いながらヒカキンの動画を見てた。なんか嫉妬じゃないけど、なんかいいなってね、なんか思いましたね。自分なんか別に街歩いてても誰も気づかないだけだし、下手したらなんかこうね、いいと思われる。まあ、いいとも悪いとも思われないか。そんな感じか。空気みたいなもんだもんな。ヒカキンなんているだけでいろんな人を笑顔にしちゃってさ。そりゃあなんか、その存在だけで、世間からありがたがれるってのはいいなって思った。いいなって思った。羨ましいとも違う。なんか、こうあるべきなんだろうな、人はという。うん。そんなことを考えました。うん。ヒカキン見るべき。やっぱね、YouTuber? ちょっとダサいし、ヒカキンかっこ悪いしって思うやん。思うけど、なかなか捨てたもんじゃない。何かエッセンスを感じられるものがあるかもしれない。と思いながらね。で、まあ動画どうしようかな。もうちょっと頑張ります、5月は。5月の方が忙しい。下手したら4月より忙しいかもしれない。4月はね、ほんとね、まあ、3月中はですね、あ、BGM が静かにやめとこうか。これやっとる時間がねえかもしれない。3月中は、まあ、サークルの関係でね、サークルの幹部なもんでね、追い込みのために結構頑張ってた。卒業生を追い出すためにね、部屋の掃除をしたり、なんかこう、場所の選定したりだな、企画を考えたり、企画じゃないけど、なんかこう、どういう風な流れで、あれして準備して、これして準備してみたいなことをずっとやってた。ちょっと BGM 下がってきた。これはあれか。ハゲ山に草が生え、花が咲き始めてるんだ。ハゲ山に。公共曲特有の。で、4月だ。4月はもうね、ほんとね、学業の方が忙しくて。平日はもうずっとほぼほぼ埋まってる。午後7時ぐらいまでかかる。月曜日と火曜日と金曜日とかで実験とかがあって、実験終わったらレポートで、実験の前にもプロトコールってのを書いて、土日もなんかもやっぱもう死んだように寝てるからね。動画撮ってる余裕がないっていうか、動画撮ってるのってを癒しの時間にしていかないといけない程度には追い詰められてる。このありさまよ。この辺までまだちょっと頑張れてて、これ多分野球つく動画上げたんだろうね。動画の方も何もつかめてないからさ、これ上げたら面白いってのもないからさ、なかなかね。だからまあ今の動画とりあえず早く今やってるやつ、ニューニューとかスノーとか、とりあえずまだ終わらしてないやつを終わらして、
まあ桜大戦でもあげようかなと思ってたんですけどね、もう4月、桜の奇跡終わ、季節が終わっちゃったけど、まあ、あげていこうかなと思っています。まあ5月の夏期になるかな。とりあえず、世間は今、ゴールデンウィーク真っ只中、See you later! See you later! ゴールデンウィークを満喫していきましょう。良きまあゴールデンウィークをっていう感じかな、5月はね。まあ6月、7月、7月終わりぐらいになってくると、もう本当に忙しさマックスで、死んでるかもしれん。死んでるかもしれん中でも、まあなんとかね、動画取りだめたりね、スケジュール設定して、こう、空きを作らんようにしてやっていこうと思います。こういうふうに公開予約とか使ってね、やっていこうと思っております。そんな感じで。いやー、苦戦してますね。日々に追い立てられて苦戦してる。推定収益とかでもね、やっぱなくなっちゃってるんでね、モチベーションがあってなるんですけど、まあそれでもね、見てくれる視聴者も人もいるしね、登録者数もまあまあ多いしね、やっていきます。ほいじゃあまあ、こんなところで、次回、アナリティクスでお会いしましょう。ほなまた。終わらんのかい。引くな、バイオリンを。ほい、ってなことで、ほなまた。